お元気ですか、僕趣味です。今回は 2023BBM ベースボールカード進化、村上宗隆選手ですね、ホームラン56号をね、紹介していきたいと思います、ね。カード58枚入りでございまして、レギュラーカード57枚、スペシャルインサードカード1枚、計58枚のカードでございます。で早速ね、開けていくんですが、その前にですね、こちらはですね、実はですね、4000枚限定でございまして、まあこれね、カードはね、まあね、カラーなんですけどね、実はこのカードにもこれ CR ナンバーカード書いております。見えますでしょうか、4000分の84でございます。それではね、ホームランカードですね、56号から全部ね、開けていきたいと思います。はい、1号から始めます。これでなかなかね、このホームランを全部ね、カードいっていただくのはね、選手といってもね、なかなかね、ありがたいじゃないかなって、ね、思っております。で今ね、村上選手はね、今は日本代表ですね、侍ジャパンのね、一員にもなってますからね、このね、パワーをね、まあ今度はね、日本代表としてね、ホームランでもね、打ってほしいなって思っております。ね、いつかはね、またね、ホームラン記録をね、今ね、抜いてほしいなと思ってますけどね、現在はね、当時ソフトバンクでいえばね、ヤクルトスワローズに在籍してた、バレンチン選手がね、もうね、達成しましたけどね、後にね、まあ、ソフトバンクホークスにもね、行きましたけどね、それまではね、王貞治選手ですね、今のソフトバンクホークスの、会長さんでね、いらっしゃいます、間違ったらごめんなさい。なかなかね、ホームランって打つのもね、まあ大変ですけどね、まあ選手によってもね、いろいろね、打ち方がね、異なりますけどね、こうしかしこのね、村上選手まだ若いですよね、確か21か2だってね、3かなね、ちょっと忘れちゃいますけどね、ね、史上最年少ですからね、令和になってからは初めてじゃないでしょうかね、まあ平成の時でもね、まあただ一人ね、いましたよね、ソフトバンクホークスいたね、松中信彦選手もね、三冠を達成してね、おりますけどね、まあこの時はね、ちょっとね、まあプロ野球がね、ストライキのことありましたしね、まあ近鉄オリックス、まあ記憶に、まあね、新しい近鉄とオリックスの合併問題にね、当時会長さんだったね、古田選手がね、怒っちゃってね、近鉄とオリックスの合併をね、1年凍結するか、新球団で、チーム作ってもらうかのことで、もう選手と球団側でもう言い争いになって、結局はね、ストライキになったというね、記憶がございますけどね、はい、でもこの時ね、確かね、ホームラン王はね、確かね、2人いましてね、松中選手もそうですけどね、当時日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズにね、在籍しました、ね、フェルナンド・セギノール選手もね、同時にね、達成しましたね。で、まあ話に戻しましてね、こちらがね、計56本のホームランカードでございます。で、最後はですね、こちらでございます。
この三冠王のねカードでございまして、で最後はね CR ナンバーカードでございます、ね、こちらでございます。こちらがですね多分32号打った時の、白サインカードだと思われます。これ本当はね直筆サインカードをね狙いたかったんですけど、なかなか手に入るのねなかなか難しいですけどね。でもそれでもねすごいねカード出すことは変わりませんからね、これも大切にしたいと思います。はいね、以上で 2023BBM ベースボールカードセット進化村上村隆選手の、4000セット限定のカードでした。またこういったね、お金がありましたらこういったカードとかね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。